さあ今日もですね Q&A コーナーの時間がやってまいりました。はい、今日はどんな質問が揃ってるんでしょうか。今日もですね皆さんのご質問に、うまく当たりが引けたらいいなって感じで適当に答えていきたいと思いますけども、そんなわけでよろしくお願いします。ここはですね皆さんですね謎に思ったことをお質問していただけますね。今日は適当に答えますので、ほかの方のことを分かってほしいただけますね。さあまでコメントしてくれるという素晴らしいコーナーになります。最初のご質問、免許取ってからずっと CB750RC42 が好きで乗り続けていましたが、以前モーターサイクルファンタジーのミドルネイキッド比較動画で見た紺色の XSR700 に見せられて中古を物色しまくったせい、ようやく1年ほど前に手に入れたものです。すごい長い自己紹介ですね、ものですね、終わりましたよ。はい、何の後ろめたさも感じずに視聴できる清き体になったのもつかの間、最近4気筒欲しい病を発症してしまい本当に困っています。天使と打天使と伊打天同士の3つの顔を持つ島田さんならそんな病に効く即効性のある妙薬をご存じないでしょうか。お教授いただけたら、幸いでございますっていうことですね。はい、まあ両方買うっていう両薬がありますよ両方買ってしまうっていうのはいかがでしょうか。はい、奈良くんがよくその方法を使ってますよね。欲しいものを全部買うっていうね、はい、というのもですね、まあ、一つの解決策なんじゃないかというふうに思います。いつも勉強になる内容で楽しませていただいてます。 XSR900 に一目惚れして大型二輪免許を取得し10年ぶりにリターンしました。この前うかつにも立ちこけしてしまい XSR900 のタンク車のメインフレームに深さ1ミリ弱程度の擦り傷が数本入ってしまいました。この傷はタンクや塗装パーツのように傷消しできるものなんでしょうか。傷ついたままの愛車を見るたびに申し訳なくなるので直せるものなら直してあげたいと思っています。初心者の質問で申し訳ありませんがご回答いただけると嬉しいですということですね。MKMK さんが回答くれてます。深さ1ミリって擦り傷じゃないような点点点、完璧に直すことはできませんが塗料を塗って目立たなくさせることはできますよ。艶消しを自分でタッチアップすると目立つのでお店にお願いして補修してもらってはって来てるのと、あとはですね、ユーザーホニャララさん、ちょっと名前が分かんないですけど、もう回答くれてます。以前 MT-03 の赤ホイールのカラーコードをサポートから聞き出して近所の板金業者に問い合わせをしてみましたがバイク用のカラーコードを持っていないところしかなくて、結局諦めました。容器の話はそもそもニッチな色なのでタッチペンすらなかったのですが、フレーム色なら他車種と共通でタッチペンが出ている可能性があるので調べてみる価値がありそうですね。追記、自分でも今は似たようなバイク MT-09 に乗ってるので軽く見てましたが多分ないですね。買いが効くパーツならともかく効かないパーツのタッチペンは販売後数年程度は頑張ってほしいところですって来てますね。 T マスターさんからも、回答いただいてます。費用をいくらまで共有できるか分かりませんが、部分的なら数万、かっこ2、3万以下かな、出せるならバイクの塗装している板金屋さんもあるので調べてみては。私もフレームに深い線傷を入れた経験があってお店に依頼しました。タンクなどの脱着、部品分解を伴わなかったので作業してもらいましたということですね。まあでもこの塗るっていうのしかないんじゃないですかね、実際は。ただそのタッチペンってそんなに期待できるものじゃなくて、例えば車ってカラーコードで残っていて何でもいいですよ。じゃあ奈良半くんの愛車のランボルギーニウルスの黄色がなんとかかんとかカーニバルイエローとかっていう名前だったとするじゃないですか、うん、そうするとなんとかかんとかカーニバルイエローを作るためには、この色の黒を、何パーセント、この色の白を何パーセント、この色の緑を何パーセント、全部足していくとそのなんとかかんとかカーニバルイエローになるわけですよ。例えばね、カーニバルイエローってなんかホンダのビートとかだっけまあいいんだけど、でそういう風に、情報が出てるのでデータベースがあるのでそれで板金屋さんを作ることができるんですね、全く同じ色を。ところが、バイクというのはですねそういうデータをメーカーが公表してません、はい、ブルーイッシュホワイトカクテルを作るには、これを何パーセントあれを何パーセントっていうデータがないのでいくら板金屋さんに持ってってもいや無理だよって話になっちゃうんですね。なのでじゃあタッチペンってメーカーがちょっとだけ販売してたんですけど、でもそれもやっぱ似たような色にはさほどならないので結局はですね無理ゲーなんですよね。なのでバイクはタッチペンがない、タッチペンじゃないそのカラーコードの公表がないっていう話になるので、まあしょうがないんですけどねこれね。ただ腕のいい板金屋さんだったら見て近づけていくことはできるんで、多分素人が見てもあんまり分かんないぐらいにですね直してくれたりすると思いますんで、まあ、もしどうしても気になるようだったらそういう風に直していただければいいんじゃないでしょうか。はい、質問です。島田、いつも楽しく拝見してます。バイクも四輪もですがドライスタートはエンジンに悪いと言われてますね。私も急いでいても最低 1,2 分はアイドリングしてから発車しています。しかし回転数は影響はあるのでしょうが、ギアが入っているかどうかはエンジンに関係がない気がします。低回転を1分程度維持することで発車前のアイドリングの代用にすることはできるのでしょうか。また暖気水温はパーツを熱膨張させて隙間を埋めるものと考えていますが、材質が進歩した今ではどの程度必要なものなのでしょうか。よろしくお願いします。完全に必要ないのでなければ今まで通り水温が上がるまで暖気は続けるつもりですということですね。はい、うーん、なんか賛否起こりそうな
あの話になりそうなんですけど、まあ実際は、メッキシリンダーを使ってるのでアイドリング暖気運転は本当は必要です。ただ環境問題があるので、推奨はもうしてないんですよね。各メーカーバイクとか車が長持ちすることよりも地球が長持ちした方がいいじゃんっていう風になっていて、まあそれはみんな同じ意見だと思うんですけど、バイクと地球どっちが先に壊れるのがいいって言ったら、まあ多分バイクの方がいいと思うんですけど、というわけで暖気運転はあまり推奨されていないんですけど、ドライスタートっていうのは冷めた状態で発進するってことではなくて、エンジンが完全に停止している状態からエンジンをかける瞬間に油分が油膜切れを起こしているにもかかわらず、エンジンをかけてしまうっていうのが良くないっていうことを言いたいんですよ、これ。で、これは一時期添加剤を売りたいがために、その結構某自動車用品店とかでですね、繰り返し繰り返しビデオを流してたっていうのがあって、ピストンリングから火花出しながらですね、わーってピストンに顔がついてて、なんか悲しい顔してエンジンかけられてるみたいなイメージ戦略があって、まあそういうのでこうなったら大変って思ってる人いると思うんですけど、なかなか本当のドライスタートにはならないですよ。オイルの性能もいいですから、それこそ数年単位でかけてなかったエンジンとか分解しても油分残ってますからね。で、あっという間にオイルって回ってくるんで、ドライスタートに関してはそんなに気にしなくていい気がしますよ、個人的には。で、むしろ某用品店とかそういうところで見る、ものたち、ものすごい誇張された新たなエンジン大丈夫みたいな感じでヘドロまみれのエンジンとかこう開けて、オイル交換ちゃんとしなかったらこんななりますとかって、ああいうのってもうめちゃくちゃ誇張されたものなんですよ。ボートのエンジンじゃねえのこれみたいなのとかを、ボートのエンジンって結構車のエンジン使ったりするんで、そういう最も極端なエンジンと、単に普通に買って数千キロみたいなエンジンを比較させたりしたような画像を乗っけて、あなたもこうなっちゃいますみたいになりますけど、まあオイル管理は大事は大事ですけど、こういうのドライスタートの話もそうだし、添加剤系の話もそうだし、まあ本当に皆さん無駄なお金使わないようにね、騙されて大丈夫ですから、普通に乗ってたって十分持つんだからっていう話です。ただし、メッキシリンダーになってるんで暖気運転はやっぱりできればやった方がいいと思いますよっていうのもですね、一つ回答かなと思います。はい、まあ低回転を1分程度維持するっていうのでは2000回転ぐらいってやつですよね。それやるんだったらやらない方がいいですね。はい、と思います。暖気しないで発進した方がいいと思います。ただ壊れないですよ、ちゃんとメーカーが想定した平均寿命までは、たとえ何もしなかったとしても、まあ、オイル交換だけしてればね。はい、と思います。質問です。いつも楽しく拝見させていただいております。気質の質問だったら不採用で構いません。他メーカーで申し訳ないですが、空冷と油冷の違いが分からなくて夜しか眠れません。違いをご教示いただ、願えませんでしょうか。例 NC17 型 CBR400F はヘッドライト下にオイルクーラーがついていますが、空冷とカタログに表記されていますが、同様にオイルクーラーがついているスズキの現行モデルのジクサー 250SF などは油冷と謳っています。空冷エンジンにオイルクーラーがついていたら油冷になるのでしょうか、ということではないですね。はい、でざっくり回答していきますけど、これもスズキ社の話なんで、すぐ火がつく人たちが出てくるんでざっくりの解説にしておきますけど、まあ例えば、水冷エンジンっていうのは冷却水、クーラントですね、を循環させてエンジンを冷ます形です。空冷エンジンは走行風ですよね、走ってきた時に前から来る風で冷やしてます。で、まあ厳密には燃料で冷やしたりとかいろいろしてるんですけど、いろんな冷却方法があるんですけど、とにかくエンジンを冷やすことによって安定してエンジンから力を取り出す。皆さんもひたすら走ってたりして汗だくになってですね、しんどくなった時にフルパワーって発揮できないと思うんですけど、機械もやっぱりですね、最適な温度で走らせてあげたいエンジンをっていうのがあって、そういった時に冷やさなきゃいけない。その時に空冷っていうのはやっぱ一番その外の気温とかいろんなものに影響を受けるわけじゃないですか。水冷っていうのは逆に一番安定して冷えるわけですよ。いつも同じような温度にすることもできる。で、だけど水冷ってやっぱ部品点数が増えたりとか、それこそラジエーターが必要、ウォーターポンプが必要とかっていう形でですね、あと車体のエンジンの外側に補給類、ホースを這わせて水を通すわけじゃないですか。だから結構そのいいことばっかじゃないですね。複雑化して重くなって、水も入ってますからその分も重くなって、かつコストも上がるっていうことでですね、その間を取ってたのが油冷っていう言い方をしてしまえばいいのかなと思います。具体的な機構の違いとしては、エンジンの中にオイルを回すためのオイルポンプがあって、それとは別に冷却のためのオイルポンプがあります。だからピストンのところの裏側、熱くなるんですよ。ピストンって頭がすごい熱くなるんで、そのピストンの裏側に油を吹きつけてオイルをね、冷やしたりとかですね、
シリンダーヘッドの熱くなるところに油を吹きつけてエンジンを冷やすっていう形で、熱くなるところを狙い撃ちで、油圧を使って油を吹き出してその冷ます、油を使って冷ますっていうのがですね、油冷ですね。それはメリットとしては基本的にはエンジンの中で完結するんで、水冷みたいに外側にこういろいろ作ったりとかしなくて済む。で、あとは重くならない、まあなりづらいですね、というメリットがあります。それが、基本的な油冷と空冷と水冷の違いですね。ナルハン君、今の分かりましたか？ん？聞いてなかったようですね。はい、ということでですね、水冷と空冷と油冷の違いをざっくり説明してたんですけど、はい、ありがとうございます。ただ最近出てきたジクサーはちょっと構造が違いますね。はい、シリンダーヘッドの熱くなるところにオイルだまりを作ったりして冷やすっていうのがですね、ジクサーの新しい油冷エンジンですね。というわけでですね、今ちょっとジクサーのこともご質問に入ってるので、まあそれをやったんですけど、まあちなみに空冷は冷却フィンと燃料で冷やしてます。はい、燃料というか混合器ですね、というところでですね、熱を奪う形をとっております。なので一番まあ弱いんですけど、うん、ただそれを補うためにオイルの温度を下げようよ、オイルはエンジンの中を潤滑してるんだから、というふうにですねなっていて、そこにですねオイルクーラーというものをつける、純正でもね、はい、というのがですね、まあ、あったりしますね。だからオイルクーラーがついてるから油冷ではないんですけど、広い目で見たら正直空冷と油冷なんて一緒じゃねっていう、意見もまあ正直あるんですよね。どこに線引くかだけの違いで、かなり近いものがあると思っちゃってもいいような気はしますけども、はい、って感じです。今質問すると回答は梅雨時かな、残念ですね、もっと遅かったですね我々の動きは。はい、というわけで質問です。バイクを売るときに最も評価が高くなるのはフル純正だとよく言われますが、その辺はどこまでを指しているんでしょうか。最近だと ETC や USB 電源、ドライブレコーダーをお届けする人も多いでしょうし、そういったものは逆に査定アップになるんですかね。あとよくあるパターンの一つとして、転倒傷のある純正マフラーと傷なしの社外マフラーではどちらの方が高くなるんでしょうかって来てますね。はい、これはですね、まずはやっぱフル純正がいいです。で、ドラレコとか ETC とか USB っていうのはカスタムではなくてアクセサリーなんですよね。で、アクセサリーは喜ばれる傾向にあります。 USB がついてたりとか ETC がついてたら喜ばれる傾向にある。ただし査定がどこまで上がるかっていうと、そこは微妙ですね。はい、この ETC、USB、ドライブレコーダーってつけたら下手したら10万ぐらいいっちゃうかもしれないですけどね。だけど、それが10万円査定アップするかっていうと、気持ちなのかなっていうぐらいだと思いますよ。で、傷のある純正マフラーと傷なしの社外マフラーっていうのも、そのマフラーによるんですよね。例えば本当に値段が高くていいマフラーとかだと、それこそフルエキゾースト30万みたいなマフラーだと、ついてたらプラスになることも全然あります。はい、傷のある純正マフラーより。ただよくわからないどっかのネットオークションで買ってきたようなマフラーだったりとかすると、全然純正マフラーが傷あってもそっちの方が高いですね。だから車種の性格、純正マフラーで乗る人がほとんどの車両、例えばスクーターとかね、そういうものは純正マフラーの方がもちろん査定高いですけど、ただ逆にですね、それなりの高級車にものすごい高いマフラーがついてると、プラスになる査定の場合もあるっていうのがですね、実際の回答になるのかなと思います。はい、質問失礼しますわ。なんかこれなんか最近よく見るな。ブレーキディスクに削れた跡があるのですが、消耗品なのかしら。また消耗品だとして何キロで交換したのが好ましいのか気になりますわって来てますね。はい、まあブレーキパッドを使い切っちゃったりとかっていう乱暴なことさえ起こさなければ、消耗品ですけどそんなに気にしなくていいというか、まあ普通にちゃんと順当に使われたら4万キロぐらいなのかな、目安は。ブレーキ本当に人によって使い方違ってくるんで、まあ一概には言えないんですけど、それぐらいのイメージで交換がやってくるような気がしますね、というぐらいですかね。はい、質問です。最近活躍されている岡村さんについて教えてください。 BJ や MT25 の塗装が最高です。おー、何を教えればいいのか、岡村さんについて。例えば功績を称えればいいのか、もしくは人としてどうなのかを言えばいいのか。まずはいい人ですね、異常に。これは多分同じ意見ですよね。はい、人としてなんか綺麗な人っていう言い方がいいのか分かんないですけど、本当に心からお客さんの笑顔を笑顔として自分の幸せにつなげて活動してるっていうですね、すごいいい人です。で、塗装のセンスがやっぱりすごく良くて、バイクを塗らせたらかっこよく仕上げることに関してはなかなかいないですよね、レベルは。うん、正直他に一人も知らないぐらいかっこよく仕上げてくるんで、全国区に名前が売れるほどの才能を持ってると個人的には思ってます。はい、で、車はダサいです岡村さん。車のセンスはない、なぜか。なんか
なんでこれつけたのっていう、なんかよくわかんないのつけてきたりとかするんで、何が違うのこれ、バイクだといつもめっちゃかっこよくするのに車だけはなんかダセーなこれっていうふうに思う時が私はありますけど、七半さんはどうですか。いや俺よくわかんない、ノーコメっていう感じですけど、はい、っていうぐらいですか、はい、このぐらいの回答で十分ですかね。そうですね。あとおしゃれですよね、服装がね、小綺麗ですね。ねえ、なんかあの服装のセンスはすごく良くて、いろんな人からかっこいい岡村さんって言われてます。そこもまあ、あと見た目は結構やっぱかっこいいですよね、はい、見たことある人結構いるかもしれないですけど、ただそれを言うと一気になんか変態みたいな顔になるんで、表情が喜んで、まああんまり本人には言わないで心の中で岡村さんイケメンだなって思っておくのがいいんじゃないかと。大体そんなとこですかね、十分ですか、はい、いやむしろ新横浜の方にある HV ファクトリーの社長さんです、はい、宣伝しとかないと怒られちゃう、どんな人かって聞かれてるのに変態みたいな顔してるって言ったら怒られちゃいますね、はい、そこではですねジャイロキャノピーのカスタムが行われていて、かっこいいジャイロキャノピーがいっぱい並んでるっていうところでいいですかね、うん、はい、という感じでございます。気になる方は概要欄のリンクで HV ファクトリーのホームページにアクセスしていただければいいのかなと思います。まあ岡村さん乗ってないけどね、はい、本人は乗ってないですよね。あ、今は乗ってる。あ、そっか、ホームページリニューアル中ですね。ということでですね、ぜひ気になる方はアクセスしてみてください。さあ、この辺でですね、今日の Q&A、なんかこれ、岡村さんが自分で宣伝でやってんじゃねえだろうな。こんな質問ある?普通に。まあ、そんなわけでですね、はい。まあ、この辺でお別れという形になりますけども、今日の Q&A コーナーいかがだったでしょうか?聞きたいことがある方はですね、この Q&A コーナーに、今見てるこの動画に質問を入れてくれればですね、今だと5ヶ月待ちぐらいで回答されてくるという、そんなコンテンツでございます。大体の方は暇つぶして使っていただけてると思うので、その使い方は割と正解なのかなと思いながらですね、この辺でお別れとさせていただきます。ちなみに回答をご協力いただいた方、数名、ありがとうございました、今回も。ということで、この辺でお別れになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。